巨人に行くときも星野さんから連絡が来るんですか。はい、で電話で行かなきゃダメですかって言ったら、当たり前やろ当たり前やろ星野さん。現役時代は三拍子揃ったキャッチャー、引退後は監督やスカウトなどで長年球界を支えた中尾隆義さん。僕が投げるカーブが123キロって出たら調子がいいらしいです。僕それ122でも124でもダメなんですよね。中尾さんとバッテリーを組み2年連続シーズン20勝を達成した平成の大エース斉藤雅樹さん。黄金コンビの未だに忘れられない後悔に、江川にカーブを投げさせた男って出たんですって中尾さんが。あのレジェンドたちとの秘話も盛りだくさん。かっこいい。今夜は巨人の20勝バッテリーのダグアウト、プレイボール。今週も始まりました、ダグアウト。イエイ。今日もよろしくお願いします。お願いします。大木さん、はい、ちょっとなんか雰囲気が違って、違いなんかすごいよね。このお二人が昭和感が出てますよね。いやいや平成ですから。平成ですよ、平成ですよ。昭和じゃない。いやだってさ、いや僕がやっぱこう20勝とかをね、もうリアルタイムで見てた僕がだから中3とか高校生ぐらいだったんで、その時のお二人でもう文字多感な時だから、そういういや本当確かに中高生の頃見てた選手ってちょっとやっぱなんか違う存在ですよね。ちょっと違うんですよ、うん、やっぱり塾行こうか学校行こうかずっと友達野球の話巨人の話をしながら行ってたんで、そうですか、もうその時のお二人ですから、もう僕はもう大歓迎です今日は、いや、ありがとうございます。しかもね、バッテリー組んでたお二人、斉藤さんはどういう、こう印象をお持ちだったんですか。可愛い坊ちゃんでした、最初見た時に。坊ちゃん。まあ、中日の時にね初めてこう対戦したんですけどね、はい、もう本当もう可愛らしい感じでした、はい、斉藤さん今も可愛いですよ。今もね、可愛い。そう思ってますよ。思って、自覚あり。自覚あり、まさか。斉藤さんにとってはどういった存在だったんですか。いやもう、まあ、やっぱり一にやるようになってからはもう、まあ、僕が化けたおかげの人ですか。なんか中尾さんのアドバイスがきっかけで斉藤さんはすごく成績良くなったっていう話を聞いたこと。そんなことないですよ。いやいや、そうですよ。どんなアドバイス受けたんですか。いや、まあ、僕はあんまりこうインサイドとか投げるのがあんまり得意じゃなかったんですよね。でだけど中尾さんキャッチャー来てからもうそこをしつこくしつこくサインが出るんですよね、はい、でもやっぱりそこに投げきれなかったりしてたんですけど、だん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 こうここじゃなくてもうこの辺でいいよっていうような感じだったので、だからまあちょっと気分が楽になってこうそこに投げれるようにだん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 なっていきましたね。じゃあ中尾さんからするとインコース使えば もっと勝てちゃうぞっていう感じだったんですか。はい、あの中日の時にそうやって思ってたんで、あほとんどアウトコースの一辺倒でしたからね、はい、まあ、9割はアウトコースだったのかな。でたまに抜けてくるボールがあるんで、それがやっぱり嫌だったんですよ。だから僕がジャイアンツ行った頃ですね、藤田監督と中村ピッチングコーチにですね、斉藤なんとか何年とか言われたんですよ。ちょっとインコース使えるようにしてくれよ。じゃあ中尾さん来る前から巨人内ではそのテーマはあったってことですか。斉藤さんはじゃあジャイアンツでやっぱりピッチャーいいピッチャーばっかりだったんですよ、はい、インコース使わなくても抑えるピッチャー多かったんですよ。あ、そういうことですか、はい、教えることができるようになったわけじゃないですか。どんな気持ちで教えてらっしゃったんですか。教えるというか、僕はその前の年中日でですね外野1年間になったんですね。でそのおかげでそのキャッチャーを外から見れることができたんですよ。でジャイアンツにトレードされていってキャッチャーに戻れた。ああ、もうそれが嬉しくて嬉しくて、はい。で斉藤のおかげで、はい、いいキャッチャーだなって言われるようになった。これで20勝よ。20勝2年連続ですもんね。そうですよ。2年連続20勝よ。よ信じられないよ本当に。でも僕以来やっ。出てませんからね。斉藤さんだけですよね。2年連続っていうのもそこからないんですよ。そうですね、すみません、はい、ちゃんとそこもご紹介に。いやいや、ちょっと自慢しちゃった。いや、あれは自慢ですよ。いやあれは自慢。それでは最初のコーナーに参りましょう、
俺のベストナイン。ダグアウト名物コーナー俺のベストナイン。ルールは2つ。必ずゲスト自身もオーダーに入れること。そしてメンバーは現在活躍中の選手からご自身が現役でプレーしていたレジェンド選手の中から選出すること。ではお二人のベストナイン見ていきましょう、はい、こちらです。じゃん。これはまたね、意見が分かれますけど当然ね。でもちょっと待って、なんか眩しいです、すごく。名前が眩しい。で特にもう斉藤さんはもう本当に巨人から全員選びたかったぐらいの気持ちが出ちゃってますもうね。溢れてますよね。溢れ出てますね。本当巨人愛ですね。斉藤さんいかがですか、中尾さんのご覧だって。ちょっと一昔前ですよね。ちょっと前、10年、一昔前、ね、違うので。じゃあ1番から、ね、それぞれ順番に見ていきましょう、はい、まずは中尾さんの一番バッター、真由美さん。真由美さんは本当、まあ、当時ショートだったんですけど、まあ、途中からライトに変わられて、はい、本当もう足へ速い、バッティングはいいし、肩も良かったし、顔はいいし、はい、何よりもホームランも打ってましたもんね、真由美さんね。30本勝ってたんですからね、当時ね。すごい。何拍子揃ってるんですかっていうようなね。そういう人いっぱいいたんだよな。すごいです。じゃあもう迷いなく。いや、迷いはあるんですよ。もう5分前ぐらいまで迷ってたんですよ。あらららら、ギリギリまで悩んで。ライト、タオさんもいるし、いろいろ迷って結局こうなったんですよね。中尾さんはイチローはやってないですか。イチローやってないんだわ。やってないね、うん、僕もイチローやったからイチロー入れてもよかったんだね。そうだね。でもなんかあまりにも対戦もそこのちょっとしかなかったし、西武のコーチの時にイチローはいたけどね。違いましたか、敵から見ててもイチロー選手は。はい、すごかったです。これは違うなと。右ピッチャーが左バッターのインローにまっすぐとかスライダーとかカーブ投げるじゃないですか、はい、それを簡単にホームランしちゃうんですから。でも右投げ左バッターっていうのはインローが好きなんです、得意なんです。そういうバッターが多いです。あ、そうなんですか。はい、はい、だからあのバッテリーがこの球いいなと思っても彼らから見たら打ちやすい球なんです。はあ、そうなんだ。そこからボールになればいいんだけど、そこのストライクゾーンはやっぱり危険なボールなんです。へえ、うん、すごいね。では斉藤さんの1番見ていきましょう、はい、吉村さん。だって吉村さんも三拍子揃ってましたもんね。そうですよ。僕の一つ先輩なんですけど、これからっていう時にね、ちょっと怪我してしまって、なかなかその後はね、あれだったんですけど、まあ、僕の、まあ、憧れの先輩といいますか、一個先輩なんですけど、まあ、寮入った時にはもう一軍でもうバリバリやってやりだした頃で、はい、まあ、私生活の面も含めてですよね、かっこいいなって思って、もう憧れの選手なんです。私生活がかっこいいっていうのはどういうところがかっこよかったんですか。まあ、1軍と2軍っていうのもありますから全然普段会わないんですけど、まあ、たまに会うと吉村さんの車乗ってたんですけど、それに電話がついてたんですよ。自動車電話ですよね。すごい、かっこいい。そういうあの時代成功者だけですもんね。まだこういう大きい電話持ち運び式の声ですか。いや、あのカチャッってついて、まあ大きいですよ、大きいですけど、まあ、大きいですけどカチャッっていうのです、ね。本当成功者だけよ、車の取り合わせばこんな でかいやつです。すごかったあれは。とか、オフになるとやっぱりその頃、サイン会とかありますよね、はい、でその呼ばれて、多分吉村さんは引っ張りだこでだったと思うんですよ。そうすると部屋にある服の中にこういうかけてあるところにこういうポッケに何気にパッて出てきて、あ、もうなんだこれ、あ、これのギャラだみたいな、それが何十万って入ってるわけですよ。かっこいい。まあ野球もそうですけど、そういう私生活が、いいなって、あ、俺もそうなりたいなみたいな。なんかギャラとかなんとかに無頓着な感じもかっこいいんですよね。そうなんだ。あ、こんなとこにあったかみたいな。芸能人でもいないですよ。いないよ。セカンドは篠塚さん、うん、もう篠塚はもうすごかったです。やっぱりバッティング相手チームとしてすごい嫌だったし。やっぱ嫌でしたか、はい、で、まあ、同じチーム行って家も近かったんで家族付き合いさせてもらったり、はい、もう本当もう
性格的にもすごいいいこう人柄で、じゃあその中尾さんがドラゴンズ時代にキャッチャーとしてねバッター篠塚さんがいるとやっぱいろいろ考えましたか、いろいろ。すごい嫌でした。空振りしないんですから、まず、はい、三振がないんでね。キャッチャーとしてやっぱり三振がない少ないバッターってやっぱり嫌じゃないですか。まあそれも嫌なんだけど、やっぱり長距離あるバッターも嫌です。みんな嫌です。みんな嫌ですね、それはね。続いては斉藤さんの2番、はい、甲斐さん。もうこれはもう僕たちが同級生なんですね。で、まあ、彼もちょうどその89年ぐらいから、ショートのレギュラーとして、はいはい、ずっと一緒にこうやってきた仲間というのがすごく意識があって、はい、でも堅実な守備ですよね、はい、派手さはないですけど、でも何でもできる。もうバントはもう名人ですね。バントの名人で、ともエンドランでも何でも、そういうチームプレーに関しては非常にいい選手だったというところで選びました。やっぱマウンドにいてショート川合さんいると安心ですか。そうですね。いつもこう初回マウンド上がってボール回ししてピッチャーのところに戻ってきて、いつも最後川合とうんってこうなんかこう目と目で合わせてで始まるみたいな、一応そんなルーティーンでしたね。普段はどんなお人柄なんですか。いやいや、もう本当あのまんま、あのもうおっとりしてるんです。入った時からあだ名がじいって言うんですけど、じいちゃんじいちゃんってみんなに言われてるんですけど、はい、あの要するにおじいちゃんみたいなフェイスなので、だからそれでも入った時からですか、18歳の時からじいですから、はい、それはすごいじいですね。じいちゃん歴長いですね。じいちゃん歴長い。川合さんでもダジャレ好きですよね。やっぱそうですね、親父ギャグもね。なんかね、はい、僕も昔ラジオにね川合さん一緒になった時に、川合さんがたまたまなんかアルマーニのセーター着てたんですよ、うん、たら、うわ、河合さんアルマーニじゃないですか、したら、そんなことアルマーニって。G じゃないですか、親父です。ダジャレがすごいですよ、ギガとダジャレがすごいんですから、河合さん。すごいな。じゃあ続いて中尾さんの3番。これはもう掛布です。うわー、サード掛布。はい、同級生で、まあ、彼はあのドラフト街で行ったのかな、ちょっと下位の方ですよね、はい、高校から。やっぱり阪神でホームランをね、何回かなってるし、そんとすごいバッターでした。で、左バッターで逆方向にホームランを打てるバッターってそんなにいなかったんですよ、はい、あースーパースターですね、はい、確かに、はい、もう CM もいっぱい出てましたもんね、掛布さん当時ね。で、阪神のそうユニフォーム着たまま CM 出たりとか結構あったのよ、掛布さん。人気者よ、本当に。掛布さんがサード、はい、からの斉藤さんの3番が、やっぱりゴジラでしょう。秀樹松井。まあ秀樹松井ですよね。やっぱり一緒にやったバッターの中では、まあ、一番、ね、ホームランも打ってるし、で、まあ、その後、ね、メジャーにも行って頑張ってましたから、もうやっぱり松井は外せないですね。松井さんと斉藤さんはなんかお話しすることってあったんですか。いや、まあ、そんな親しくもなかったですけど、でも、まあ、まあ多分彼もすごくそのチーム愛、ジャイアンツが勝ってなんぼっていうのはね、非常にいつも言ってましたんで、まあ、黙っててもお互いに分かり合えてたなと僕は思ってるんですけどね。あ、いい関係。続いて4番、はい、いきましょう。4番が一緒ですね、お二人とも。おすごいっす、落合さん。落合さんがバッティングもすごいんですよ。もうインコースもね、普通インコースいい当たりしたらこういうあの左に切れる打球が多いんですよ、はいはい、落合さん違うんですよ、逆なんですよ。こうやってボール際に入ってくるんです、はあ、いないんです、こんなバッターあんまり、はあ、やっぱ真似できないんですね。ヘッドをどれだけ遅らすか、はあ、ヘッドがもう早く出ちゃうとダメなんです、はあ、だから落合さんが中日来られた時にちょっと教えてもらったこともあるし、とにかくすごいです。教わってどうでしたか。すごい勉強になりました、はい、あのバッティングマシーンカーブ投げさせるんですね、はい、それを正面からこう打つ練習するんです。でそれが早くヘッドが出ちゃうと打てないんです、はい、このグリップが体から離れるとダメなんです。近くでないとそれができないんです。それを教わりました、はい、でも落合さん中日に来られた時に中日のバッターで軸で打ってんのお前だけだなってこう褒めてくれたんですよ。これがもう僕本当今まででもう最高の褒め言葉です、はい、そうですか、はい、
斉藤さんも落合さんですけど、はい、やっぱりまあ投げて、まあ、対戦何回もしましたけど、あの何がいいってやっぱりボール球を振らないです。あ、まず選球眼がやっぱいいんです ね、 ですね。だからストライクからボールにピュッて誘ってもガッと止まられるんですよね。じゃあ落合さんね、うまいんですよ、こう止め方が、うん、こうやってここまで行っちゃうとスイングなんですけど、はい、こう上にまず行くんですよヘッドが、やめたっていう感じで、でスイング取られないんですよ。それも技術ですよね、ほんとね。確かになんかね、主審が落合さんに緊張してるような雰囲気ありましたねありましたよね。ありますあります、あります。落合さん本当に今の入ってたかみたいな話するとなんか主審がねちょっといやいやまあはい一応はいストレートでありますみたいな、なんか雰囲気ありましたよね。ありますね。わーすごいすごいな落合さん。まあ、あの本当にサヨナラホームランは本当にもうちょっと忘れられません ね、 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 2人で食らっちゃったんですけど、あれはね僕の本当ミスなんです。お、音は、はい、配球ミスというか別にフォアボールでもよかったんですけど、はい、行っちゃったんですよ勝負に行っちゃったんですか9回ワンアウトまでノーヒットノーランやってて3対0で勝っててサヨナラ負けしたピッチャーって僕ぐらいでしょうね。あ、そうなんですか。普通そのままパーッと勝ちますよね、うん、普通は。その時斉藤さんはこう中尾さんにいやここは勝負は中尾さんそれどうでしょう思わなかったですか。いや何にも思わないよねただもう一生懸命投げてるだけでしたからまあホームランだけはダメだったんですね。そしたら一番ダメなやつが出ちゃったやつそれが落合さんなんですね。それこそこう監督とかコーチにあの時の配球はなんだねみたいなないもんなんですか。言われなかったですね。やっぱ任せてんですね、はい、その代わりあの査定はマイナスでした言いたいですね。で当時あの国松さんが査定やってて、はい、なんかこれはマイナスなんだよそれは厳しいが